ゲームチャンネル。みなのものどうもでござる。桃がこと桃左衛門でござるぞ。というわけで、久々のノリオでござる。今宵も対馬の亡霊進めるでござる。ノリオ、久しぶりでござるな。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、うん、地獄のようでござったな。皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。うん、この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に、うん、ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。ノリオの目がうつろでござる。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。うん、方針の所在が分かりました。お、すぐに立つか。はい。ちなみに、あの方針というね、人物を忘れている方もいらっしゃると思いますが、方針は杉寺の僧であって、赤島の随一のクス氏でござるね。うん、でみんなのこう病気や怪我をね、治す行き先はとても優秀な医者ということでござるかな。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？わからぬ。わからないな。だが故郷に戻ったとて同じ暮らしはできまい。私もきっと同じでしょうね。まあ、そうだよね。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。一心同体ってやつかな。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、うん、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。重い責任を背負っておるね。でもな、私は己のみ違うのである。あらず、それは大変な生き方なのでしょうね。幼き頃より家名を背負ってきた身だ。通ったことはないな。それは今もですか。わからん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えません。人事のように。20年も経てば、うん、今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴はブグすら嫌います。太刀もなぎなたも間もなく野営です。なるほど。さて、方針はどこにおるのじゃ。捕らえられているということなので、あ、ここにいたのかな。まあ、違うか。さあ、ここから調べるでござる。見つけましょう。うむ。お、ここは誰か捕らわれておるな。お、きっと方針です。方針だな。あれは兵に見つからずたどり着ける。おお、陣はどこからその自信があるんだ。猛虎ののろし筒。のろしを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。おお、さすがでござる。とても役立つ兵でござるね。方針を助けたらあそこで会おう。結構近くない？大丈夫？必ず方針を村まで届けてください。わかったでござる。生きて赤島でお会いしましょう。承知したでござる。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。ノリオも頑張るのじ
我々も頑張るぞ。なんかちょっと噛んじゃったけど、よし、行くでござる。うむ、はてさて、あの奥でござるね。こう見つからないようにこの辺の物陰に隠れて、のりおがのろし筒をあげてくれるのを待ちたいでござるが、この辺は殺した方がいいのか、それともこの後ろに回ってあげてくれるでござるか。おお、のりお、やったな。もうこの注意がそれるぞ。のりお、さすがでござるね。よし、我はあの目の前にいる敵を、さっ、いけない。ああ、そんな叫ばないで、ののりおって言いそうになっちゃった。方針先生、あなたは無事奪還でござる。どなたです？酒井仁でござるぞ。仲間だ、逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口を聞くにいけません。私は残らねば。ダメでござる。お、のりお。酒井様、方針。よかったよかった、無事で。なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。わお、そうか。火星すきに来るでござるね。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。うむ、よし、ここにいるでござる。ふむ、倒し終わったでござる。他の層は一緒なのか。説明してやっておくれ、ノリオ。みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。内密者がいたってことか。敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠平が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。おお、よし、とりあえず方針を奪還したでござる。うん、さて続きで参る。力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。うん、方針の考えもね、とてもとても素晴らしい考えでござるが、敵が止まってくれぬでござるよ、その考えでは。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼太の木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見ものだな。なんか突然ノリを憎らしい男になったでござる。何が正しいかを重んじるの。そんな憎らしい男で。炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。感情的になってるでござる。戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが逃げもいたしません。頑固でござるな。なんかもう頑固な人ばっかでござる。もうちょっと融通聞かせてほしいでござる。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め隠れるように言え。村の者は頼んだでござる。よし、屋根から見渡せそうだ。村の中心にある屋根に登れ。お、みんな自分の家族を連れて一ところに集まれ。こういう登り方。なるほど、よく見渡せる。ここは壁はない。どこからでも攻め込まれるな。
なるほど。ここはダメと。お、こっちにも何かあるでござる。湿地へ逃げればはぐれるものが多く出るだろう。いい餌食だ、うん、あっちはダメと。こっちの方は寺か。隠れ家にいいな。なんかすぐバレちゃいそうだけど、まあいいのか。他は、下の方とか。お、あった。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ。煙幕的な。俺はモーコと戦おう。おとりになれば時を稼げる。はい。さあ、調べ終わったのでノリオと話すでござる。サカリ様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。うん、ノリオしかおらん。承知しました。我に任せよ。覚悟しておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。喧嘩はしてはならぬぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう、うん、敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうか、ノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。ほう、ここに火をねつけるのでござるね。香炉に仕掛けを施せ。あ、なるほど。煙幕をつけるために。さあ、残りの一つ、ここで最後でござる。村外れで待ち構えておくか。うむ、村外れ。よし、さあここで待ち構えるでござるよ。来たな。香炉に火をつけてくるか。煙はお気に召すかな。はてさて、さあ火の矢を放つでござるよ。あれ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 、ちょ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 、待て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 、え、行っちゃったんだけど。我がもたもたしているせいで猛虎兵があっちに行ってしまったでござる。くー。作戦失敗でござるか。これはこっちにちょっと戻ってきてもらえぬか。もうちょっと手前に来てほしいでござるか。え、来てくれないでござるね、これは。あ、戻ってきた戻ってきた、よかったよかった。よし、うん、今でござる。うむ、そして一発目、そして二発目。うむうむ、決まったでござるよ。そして最後にこやつのとどめを刺す。ふむ、応援は呼ばせぬでござるぞ。ふう、最初ね、とっても失敗したかと思ったでござるよ。まあこれがね、桃左衛門仕様でござるよ。うんうん、愛嬌ある失敗でござる。よし、次はこちらでござる。もう来るのは分かってるでござるからね。よし、え、壺に当たって跳ね返った。そして上に向いたら人に当たってしまった。煙幕、煙幕作戦失敗でござるぞ。そして疲れる。よし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 、あくわー。ほっ、とどめを刺す。はあ、失敗したでござるね。そしてなぜか曲が豪華になったでござるね。これは全体的にバレてしまったの合図でござるか。おお、なんか曲がすごい、なんか盛り上がってるでござるな。これ大丈夫でござるか。煙幕作戦はまだまだ続けられるのでござろうか。これバレちゃったのかな。うん、なんか騒いでおるでござるね。うん、さあ、前回取得した毒針、毒の吹き矢で
お主、行け。混乱のね、毒をね、使用したでござるよ。行くか、行くか。お、あれ、あれあれ、あれ、なんかちょっとまた失敗したでござるか、我。あれあれ、なんか失敗したでござるな。お主、行け。よしよし、そうだ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 、味方同士で戦い合うでござるよ。よし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 、作戦成功でござる。我、なかなか完璧でござる。うむ、失敗もね、最後ね、結局ね、成功したらね、全部全部ね、うん、いい感じでござるよ。うん、南蛮の言葉を使うところでござった。危ないでござる。ちょっと、ね、考えながらやっちゃうと間が変なね、開いちゃうでござるね。よしよし、さあこっからはあそこの煙を狙いたいけど、これいないくなったのかな。正面から行っちゃえばいいかな。よし、ちょっと近くまで行って、ふんふんふん、上からやればいいか。どうしようかな。飛び降りるでござる。ふむ、ノリオラのところへ行くか。よし、制圧したでござる。素晴らしい。ほいさ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 、あれ、ノリオ、大変でござる。ノリオが襲われてるでござる。ノリオを助けるでござる。よし、あ、なんかこやつ強そう。上、ノリオも吹っ飛ばされたでござるよ、これ。かあ、こいつ風圧が強いやつだ。かあ、風圧がこやつ、よしよし、意外とあっさりやられたでござるね。うむ、いい感じで倒せたでござる。ノリオ活性するでござるぞ。こここ、よし、うむ、お、大丈夫でござるかね。あ、こやつとどめよ。よし、あれ、どうしたノリオ、誰でござるかそれは。あ、これは何事だ。猛虎に襲われ、後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは闇の武士より勇ましい。方針があっさりとやられてしまったでござる。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。ノリをかばったでござるな。よいな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時、酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて、怪我に苦しみながら私を守ろうと。それだけノリオを守るに値する人物だってことだでござるよ。なんかちょっと意味、言ってる意味がわからないけど、ノリオがそれだけの値する人物だっていうことでござるね。奴らは兄を引きずっていった。辛いでござる。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。うん、私が死ねばよかったんだ。そんなこと言ってはならぬ。同じことを考えてきた。
何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん、うん、だがな、島の民を救えるのは我らのみ。そうでござる。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。それだけ立派なことをしてきたでござるよ、ノリオ。うむ、次回に続く。パチッと押すだけでいいんです。登録者数が増えると私のモチベーションも上がるので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。